夫婦ったってな、結局自分のことしか考えてねえんだよ。みんな退院して家に帰ったら、女房と子供が背中向けて座ってるんだよ。電気もつけないで、お世話になりましたって。俺の体がこんな風になったら簡単に出ていっちゃうんだからよ。まあ考えようによったらその方がせいせいするけどさ、やることなくてな。お袋がさ、なんか趣味持てばって言うんだよ。俳句、伸びゆく日本一生の会だってふざけんなと思っちゃってさ。若い時から仕事ばっかりで趣味なんてなかったし、まあせっかくこんなとこに住んでんだからさ、絵でも描けばいいんだろうけど、絵なんて描いたこともねえし、いきなり描けって言われてもな、絵の具代だってバカになんないだろうし、変な風に取らないでね。西さん、ベレー帽でも買ってみるかな。